円周率の求め方にというタイトルで発表します。あくまでも高校数学の範囲内で求めることにします。物理の博士の沢山です。前に作った動画では円周率の下限しか求めませんでしたが、今回は上限も考えてみます。まず下限からです。とりあえず半径が1の円を考えてみるとします。円を12等分して。 30° 度の角を考えて図のような直線 AB の長さを考えてみます。制限定理から AB 分の sin15° は2になりまた sin15° は三角関数の加法定理から求めることができて計算した結果から √6-√2 になっています。これから AB の長さが分かって2分のルート6ト2になります。 直線 AB の12等分よりも円周は長いので結果として円周率 π は3.11よりも大きいと分かります今度は円周率の上限を求めてみますさらに円を24等分してみて考えてみますすると今度は図の直線 AB の長さがタンジェント15度になることが分かってこれも下方定理から求めることができます 分子と分母の計算をすると簡単に計算できて結果として直線 AB の長さは2 √ルート3になりますこの直線 AB の24倍以下が円周なので結果的に円周率 π は3.22より小さいことがわかります以上の結果から円周率 π は3.11より大きく 3.22より小さいことが分かりました。ここで紹介したような方法を三角形分解と言いますが円周をさらに1 2にすることによってより厳密に求めることができます。半角の公式を使えばいくらでも円周を1 2にしたものの計算をすることができます。